ボンドチャンネルをご覧いただきありがとうございます。本日はボンドカーズ名古屋より車両紹介の動画をお届けいたします。今回もよろしくお願いします。お願いします。今回ご紹介させていただく車がレンジローバーベラールファーストエディション2017年式2万キロ、こちらの車両をご紹介させていただきます。いいですか、はい、最初から、はい、今回だいぶ怪しいです、はい、何がですか。いや僕 の, あの勉強あの予習したんですけどだいぶ怪しいです、はい、あそうですか、はい、僕もだいぶ怪しいです。あの車難しくありません？意外と難しいですねベラールって。もうそもそもレンジローバー の, なんかそのグレード体系も複雑じゃないですか。でそこに来てこの後発のベラールってじゃどこに位置づけされるんですかっていう、はい、で位置づけが分かった後もそのグレードがあってエンジンがいろいろあって、そうですね。で今回ご紹介させていただくこのファーストエディションに関しては P380、そうです、380馬力、はい、現行ラインナップにないやつなんですよ、ね、そうなくなってますよね、はい、はい、確かでも当時一番パワーが出てたエンジンだったのかな。あ、そうなんですか。当初は、はい、だったと思います。なるほど、はい、なんでちょっと難しい車なんでちょっと一個ずつ整理してご紹介させていただければなと思います。でまずこのベラールの立ち位置なんですけど、はい、あの今までのランドローバー の, そのグレード体系でいうと今までないところにこう当てはまる車なんですね。はい、要はレンジのランドローバーの、うん、要は大きいプラットフォームを使っているのが、まあ、レンジローバーだったり、はい、レンジスポーツだったりとか、うん、ディスカバリーだったりとか、はい、あとは横置きのエンジン乗せたちっちゃいのが、うん、いわゆるイボークだったりだとか、はいはい、その辺のこう大きく分けて2つに分かれてたところの真ん中にはまるのがベラールなんですよね。そうです、はい、うん、なんでちょっとそこが分かってないとまずこの車の立ち位置は全然分からないと。で、あとサイズ感的に言うと、レンジスポーツに割と近い。近いですね、はい、ただデザインとその前高の低さでちょっとコンパクトには見えますけど実際こう全長もそこそこありますんでサイズ感もたっぷりな感じです。ちょうどいいのかな、はい、でどこと比べると皆さん分かりやすいのかなと思ったんですけど、うん、あの GLE より本当にわずかにちっちゃいっていう感じなんですね、うん、ああ。みたいです現行の GL。 なるほどね、はいはい、なんでも絶妙なサイズ、うん、でまたレンジとか、まあ、ランドローバー全般そうですけどなんかこうデザインにこうちょっと目がいくんでサイズ感が分かりにくくないですか。確かにそれはありますね。ありますよね。あります。だって僕イボーク前動画でも同じこと言ってるんですけど、うん、イボーク初めてこう写真で見た時に、うん、すごい大きい車だと思いました。いや僕も思いました。で実写見るとびっくりするじゃないですかね、はあ、初めて見た時だから二度見してました。えこれは違うよ、えこれなのと思ってですよね、はい、ちっちゃみたいな。あそうです。だからなかなかこうデザインとこうサイズ感が一致しないんで、うん、はい、分かりづらいんですけど、まあ、感じとして、まあ、ちょうどミドルレンジというかそうですね、はい、サイズ的にもちょうどいい感じ、うん、はいはい、あとはグレード体系がいろいろ複雑なんですけど大きく分けると、うん、まあ、通常ラインナップと R ダイナミック、うん、そうです。で今回のファーストエディションはこちらの R ダイナミックに当てはまる。はいはい、で、まあ、外観がちょっと違うんですよね。バッパーだったりとかが、はい、うん、まあ、いわゆるこう、ね、AMG パッケージとかそうですね、 M スポーツみたいな、はい、ちょっとこう上級グレードというかスポーツグレード、うん、スポーツグレードよりなのが R ダイナミック、まあ、具体的に言うとこうバンパーの形状が全然違ったりだとか、はい、そうですね。あとはこのなんていうんですか、この トリムというんですかね、なんかこう、はい、ブロンズ系の、うん、それがちょっとイメージカラーとしていろんなところに入ってると、はい、うん、だとレンジすごいなと思うのはもうなんていうんですか、この真っ平らというか凹凸がないデザイン、うんうん、ああ確かにね、うん、なのに、うん、こうおかしくないじゃないですか、はい、ちゃんとこうヘッドライト取って一つ取ってもこうグリル一つ取ってもちゃんと奥行きがあるんですよね、うん、だベタっとしてない、うん、だ多分普通の車、うん、でこの真っ平らのこうボンネットヘッドライトバンパー真っ平らにしたら、はい、多分相当こう言ったらおかしい、昔のあの、はい、卵をイメージしたミニバンありましたけど、ありましたね、ああいう感じになっちゃいがちじゃないですか。そうですね、曲面だけで全体がのっぺりしちゃう感じですよね。それがないんですよねレンジって、うんうん、で最近ごく最近レンジの新しいのも発表されたじゃないですか、はい、あれもこの流れを組むデザインで、うん、ちょっとこうちゃんと近未来チックにはなってるんですけどすごくこの真っ平らというか、うん、だこれが衝突安全だったりだとか、うん、まあ、あと空気抵抗だったりとか、はい、まあ、その辺でかなり有利だとか、うん、でただちょっと下側見ると下側だけはこう出っ張ってたりするんですね。そうですね。でもなんか出っ張り方はそんなに大きくないのに
何ですかこれ、デザインでも本当上手ですよね。でこの出っ張りもなんかその、うん、諸説あるんですけど、はい、あのデザイン的にこうつまんなくなっちゃうらしいですね。要はここを出しとかないと他がいじれなくなっちゃうんで、衝突安全とかそういうのを踏まえて、うんうん、最近の車ここ下だけポコって出すんですけど、ここ出しとかないと、うん、なんかこの辺のデザインができなくなっちゃ う, ってう、その辺なんかもあるみたいです、はい、あとヘッドライトなんかもうマトリックス LED のヘッドライトなんか標準装備で、はい、この辺なんかはもう割と装備がいいというか、うん、はい、まあ、しっかり必要なものが全部ついてくる感じですよね、はい、あとそのまま上に行くと、うん、ここもアルダイナミックのパースというか、はい、そうですね、形状というか、うん、この辺がついてくる。だからパッと見て分かるところかな、はい、でしっかりこの辺なんかもブロンズのアクセントがちょっとついてて、であとは足元やってまいりました、はい、あのグレード体系とかめちゃめちゃ複雑なくせに、うん、足元はすごく分かりやすいっていう、ベースグレードから1インチずつアップです、はい、で特殊なのになるとさらにもう1インチアップ上がってくる、はい、だ18スタートでしたっけ、10、うん、18いいですね。そうですよね、18スタートで18、19、20、21、そうです、だ HSE が21、はい、でそのさらに上に行く限定車とか22インチが装着されます、はいはい、これデザインもかなりこう、そうですね、洗練されているというか、はい、で今回の車これ後から、うん、そうです、後からあのグロスブラックにペイントされております、はい、でリムだけこのポリッシュが残っている感じなんです、ね、そうですね、ちょっと純正チックなわけですけど、はい、こんな足元になってて、あとキャリパーも、はい、こうブロンズをイメージしてるんですかね。そうですね、多分あのこうトリムのブロンズにイメージを合わせて塗っていた、塗られた車ですね。前オーナー様がちょっとペイントされてる、はい、ちょっとだけ手が加えられてる、そうですね、はい、感じになってます。そしてあと車高の方は、うん、あの元々エアサスなんで、はいはい、今一番下がってる状態です、ね、今一番下がってる状態です、はい、もうこの辺は、うん、何でしたっけ、砂漠のロールスロイスでしたっけ、はいはい、それをの流れを組むベンチローバーですか、ね、はい、確かに、まあ、ちょっとこの辺は乗ってみたいと思います、はい、あとは何といってもこのスタイリングじゃないでしょうか、うん、そうですね、この長さと低さ、うんうん、冷静に考えたらこんな車ってないですよね。ないですね、こんなにだって屋根低いんですよ、うん、だってイポークよりちょっと高い、ちょっとだけ高いだけなんですね、確か、うん、そうです、はい、160、あれごめんなさい忘れちゃったの、はい、ちょっとなんで結構 SUV の中では低いですよね、うん、ちょっと今回覚えられなすぎてちょっといろいろメモしてきたんですけど、はい、前高が、うん、1665、あ、65、はいはい、ちなみに先ほどちょっと控えに出した GLE だと全然高くて1785、そうですね、はい、なんでもう高さに関してもイボーク、 もっと一回り二回りちっちゃいイボーク並みの高さと、ただこれあのちょっと下見でなんか乗ったんですけど、はい、全然この天井の低さ感じないですよね。感じないですよね。何なんですかね。いや、わかんないですね。なんか着座位置がちょっと低いのかもしれないですけど、うん、全体的にはなんですかね、 SUV とあとあのステーションワゴンのなんていうんですか、あ、クロスカントリー風のやつあるじゃないですか、その中間のいいとこ取りというんですかね、荷室もデザインの割には大きいですし、大人は4名乗車でゆったり乗れるんで、これなんか、まあ後で中見れば分かりますけど、まあ、トータルでものすごくいい車だな、もっと売れるべき車なんじゃないかな、確かに僕は思いますけどね、個人的に。ちょっと日本のその道路事情なんかにすごく合ってる気がします、サイズ感的にも。ね、いいですよね。はい、まあ、排気量的にも、うん。はい。で、あとはミラーなんかもアルダイナミックだと黒くなったりだとか。そうです。あとは標準だと屋根が同色なんですよね。そうなんですよ。はい、それがしっかり黒い屋根、はい。コントラストルーフになってます。はいはい、この辺が余計こう低く見えるかなっていう。うん、やっぱりこうボディ色がルーフにあったりするとその分こう高さ感じますけど、そうですね、黒くなってると低く感じるという、うん、ただこれボディ色はボディ色でなんかこう浮いたデザインなんで、はい、それがいいっていう人も結構いるんですよね。確かにね、こんな感じになってて、はい、あとはちょっとこの辺なんかも内装乗るとき紹介しますけど、この飛び出る取っ手、最近この手のやつ結構多いですね、うん、多いですね、増えてきますね、はい、ちょっとこの辺なんかを見てみたいと思います、はい、そしてあとそう僕読んだ読み物でいろいろ書いてあったんですけど、はい、この辺の隙間、うん、はい、がもう昔のレンジから言ったら信じられない隙間になってる、結局 SUV っていろんなこうボディに負荷のかかる使われ方するから、狭くしちゃうと剛性が足りない時にこうパネル同士が当たったりとか、あ、昔のレンジって信じられないぐらい隙間があったんですか、まあ、レンジに限らず多分昔の SUV とか多分そういうんだと思うんですけど、隙間大きいですね、確かに、それがすごく隙間が狭い、
もう言ったらレクサス並みにちょっと、うん、レクサスめっちゃ狭いですよね。めっちゃ狭いです。あれもだから本当に剛性ない車でやっちゃうと音が出ちゃったりとか当たっちゃったりとかっていうのがあるみたいなんですけど、うん、まあ、その辺がかなり全体的な印象にもつながっているのかな。なるほど、はい、であとは後ろも同様に22インチ265 4020、はい、こんな感じになっております。なんかすごく心の長さ感じません？そう、本当になんかステーションワゴンっぽいですよね。ぽいです。あと ここの傾斜と、はい、すごくスタイリッシュな、そうですね、SUV だなと。じゃあ続いてリアも見てみたいと思います。でリアも、はい、なんかフロントと同じイメージくないですか？こう平らな、ああそうですね、あんまり凹凸つぶっとしてる感じですね。凹凸が少なくて、あれどっからバンパーですかみたいな、うん、確かに、はい、ただおかしくないんですよね。そう、デザイン的には全然しっかりとメリハリがついてるんですね、はい、うん、でこの奥行きのあるテールランプとこの長さとか、うん、まあ、すごくうまいなっていう、うん、はい、なんかかっこいいですよね。だからベラール、イボークもそうなんですけど、ベラール出た時になおさらそのこれからのレンジローバーなんだろうなっていうデザインですかね、はい、なんかこうずっとこう歴史のあるブランドなのに、うん、すごくこう先進的なこうデザインに取り入れて、うん、まあ、その辺は本当にうまいなっていう気がします。そうですよね、はい、だってあのちょっと話脱線しちゃいますけど、イボーク出て、イボークにオープンが出た時に、あ、ありました、やるなと思いましたよ。画期的というかちょっと斬新な、ね、感覚じゃないですかあれって。だからこうなんていうんですか、革新的にこうやっぱりなんていうのかな、こう時代の背景もありつつ伝統もちゃんと引き継ぎつつ、なんかこう新しい技術をですね、なんかねすごいですねレンジローバー。であとはこの P300 の HSE のエンブレムもここについてて、でこの P380 ですね、はい、はい、380、これは馬力をそのまま表してるんですよね。そうですね、馬力を表してます。現行ラインナップだと P250 とか、はい、そうですね、はい、だからマックス250なんでだいぶ違うかな、うん、ねえ、だからディーゼルの排気量だと P180 があったりとか、だから幅広いんですよね。そうですよね。そう考えるとエンジンのバリエーションとパワーユニットが発生する出力のバリエーションも結構多岐にわたってる感じがします。ちょっと本当だったら現行の250と乗り比べられれば一番いいんですけど、はい、ちょっと今回それはできないんで、はい、純粋にこの380のこの380馬力ちょっとこの後乗ってみたいと思います。はい、はい、じゃあ続いて内装見てみたいと思います。内装が、はい、ちょこのボタンを押すと取っ手が出てくる感じです。はい、で取っ手のこっち側を引く感じなんですね。そうですね、はい、はい、で残念ながらソフトクローズはついてない。はい、まあ、できればついてたらなお良かったかなっていう気は。そうですね、はい、まあ、なんかでも意外とね開け閉めしてるとパタンって普通に閉まっちゃうんだよね。あ、確かに閉まりめっちゃいいんですよ。なんかいいんだよね、はい、うん、そして内装じゃないでしょうかやっぱり、はい、レンジといえば、うん、でこれがパーフォレイテッドレザー、はい、僕何のこっちゃだと思って調べたら、はい、うん、要はパンチングレザーのことを、あ、パーフォレイテッドですね、はい、っていうみたいですね。結構ブランドのバッグなんかも、うん、そのパンチングレザーって言わないで、うん、そういう名前で、はい、なるほどね、やってるみたいです。だからレザー、はい、その名前のレザーで検索すると結構ブランドバッグがこうブワーって出てきたり。あ、そうなんですか、はい、これまた良くないですか、うん、うん、はい、いいですよ、とってもいいです。ちょっと高級感ありつつ、そうですね、はい、はい、でレザーのやっぱりこう蒸れちゃう感じが、そうです、そうです、はい、軽減されますから、はい、はい、でこ の柄がこう輸入じゃなくて、そうなんですよね、まあ、柄になってるパンチングって珍しいですよね、はい、うん、はい、あんまりないかな。さっきちょっとあの下見で座っちゃいましたけど、はい、こういいレザーってこう座るとなんか伝わってきません、うん、あ、分かります、服の擦れる感じとか、はい、そしてステアリングなんかも、うん、アイロダイナミックになると、はい、いいレザーの方のステアリングになると、はい、かっこいいですよねこの組み合わせ。かっこいいですね、はい、このツートンがまたうまいですね。ねえ、はい、ダッシュなんかもそうツートンの、なんかこの色の使い方ってさすがレンジって感じですよね。確かに、でこうコントラストとかにしてないんですよ、はい、はい、うん、黒いレザーの方はこう黒いステッチ、はい、うん、白いレザーの方はこの白いステッチを使って本当にメリハリだけでやってるんですけど、そうですね、本当にその辺はうまいな、うん、でこれが F ペースと同じこうプラットフォームなんですよね、うん、そうです、はい、なのにこんなに違うってすごくないですか。すごいですよね、まるで別の車じゃないですか。はい、そしてちょっとドア見てみましょうか、うん、ドアの高級感もいいんですよ、うん、この上もしっかりレザーで、はい、でカーボンなんですか。カーボン調の感じじゃないですか。ちょっと濃い感じの、はい、ちょっとツヤ感のある、はい、うん、
折り目のあるパネルで、でファーストエディションって入ってるんですね、はい、うん、でそのスピーカーグリルにもユニオンジャックなんですね、はい、でメリディアン表示装備、はい、はい、で下側もスピーカーがしっかりついてる、はい、で唯一ここだけこうプラスチックなんですけど、はい、全然こう、うん、質感悪くない、そう安っぽい感じは全然全くないですね、はい、ここかなり効いてるかな、うん、ですね、はい、こことここ、ここまでって多分すごく効いてるんですよね、はい、多分全体的になんかこうドア一つ取ってもそうちょっと小さい、なんかでも他のメーカーだとこういう材質をここに使いたくなっちゃうじゃないですか、はいはい、それをやらないところがね、かなりちょっと好印象です、うん、ちょっと乗ってみたいと思います、はい、今ちょうど車高も下がってるんで、はい、そうですね、非常に乗り込みやすいです、はいはい、そして割とこのサイドシールとこのフロアの高さの差もあんまりないんで、うん、割とこう乗り込みやすい感じ、意外とこれフロアどうした、ここだけ出っ張ってんすね、ほんと、うん、あ、まあ、そうだね、足動かないですけど、はい、ちょっと違和感をここだけちょっと出っ張ってるという、うんうんうん、はい、ミッションだね、はい、そしてもう座った感じはもう本当に伝わってくるんですよ、このレザーの良さが、うん、はい、そして適度にサポートされる感じ、はい、ちょっとこの横と背中は結構しっかりサポートしてくれます、ね、そうですね、はい、でシートの調整は標準だと 8way、うん、はい、それから 14way かな、はいはい、かなり細かく調整できると、うん、で調整プラス、はい、まあ、メモリーがドアの方についてる、はい、この辺はもう至れり尽くせり、はい、そして最上級グレードたるところかなと、はい、うん、はい、でステアリングはこんな感じで、はい、こう内外のツートンで、ちょうどこれなんかメッキみたいなリングが、ね、リングになってます、ここは、なんかこれちょっとクラシカルな感じしません、はい、高級感もすごくいいですよね、でここがエンジンかけると表示される、うん、はい、かけてみましょうか、うん、はい、はい、こんな感じの、はい、コントローラーになっております、うん、でメーターもフル液晶、はい、はい、で R ダイナミック の, この専用のロゴも入るという、はい、はい、で結構この車瞬速なんですよね、そうです、はいはい、0-100 が 5.7 秒かな、うん、はい、違ったらすいません、はい、割と最近スーパースポーツとか、はい、あのスポーツカーご紹介させていただく機会が多いんで、うん、5秒台っていうとそんなに速く感じないかもしれないですけど、SUV でその速度って結構ですよね、いや相当です、はいはい、でマックス250キロかな確か、うん、はい、まあ、メーター280キロまで振ってありますから、はい、どれだけこう瞬速 SUV か分かりいただけるかと思います、運転席が空いてるとキンコンキンコンうるさいんで、はいはい、ちょっと助手席からお届けいたします、そしてナビ周りは、10.25 インチかな、はい、のツインモニター、はいはい、でこの辺は、うん、割と使いやすいかなっていう、使いやすいです、すごく、ただ反応速度はそんなにこう、うん、めちゃめちゃいいわけじゃないんで、はい、はい、ちょっと最近のこうスマートフォンとか想像してるとあれですけど、うん、まあ、車のナビとかこうマルチメディア関係に関しては、はい、割とこう使い勝手そんなに、うん、はい、悪くないんじゃないかなっていう気がします僕は、はいはい、結構こうドイツ車なんかだと皆さん慣れてると思うんですけど、イギリス車とかイタリア車になると、うん、こうちょっとこう戸惑っちゃったりとかってあるじゃないですか、あ、そうですね、割とその辺なく、いやもう全然、はい、使えるかなと、はいはい、直感的に分かりやすいです、あ、そうですね、直感的に操作できる感じがします、はい、でそしていいのはカメラ関係が、うん、はい、これオンにしないと出ないですかね、あ、出ないかもしれないですね、はい、ちょっとかけましょうか、はい、はい、そしていいのは、うん、360度のカメラも標準装備ということで、うん、素晴らしいですね、まあ、車はちょっとこう凹凸ないですし、うん、まあ、あとちょっと長さが気になるぐらいのもんで、はい、まあ、そんなに使いづらくはないんですけど、この辺のサポート関係ついてると、うん、まあ、非常にありがたいかなと、そうですね、はい、まあ、この辺なんかも、うん、はい、パークアシスト、うん、この辺なんかもしっかりついてると、でもねちょっと一点、はい、僕なりの解釈なんですけど、はい、レンジローバーって、はい、歴代のレンジローバーってそのモデル変わるごとにこういう電子制御というかこうついてくるじゃないですか装備が、はいはい、全部多分ねメーカーがわざとタッチからその動作が入るまで時間をわざとかけているような気がします、それを感じるのがやっぱりエンジンスタートなんですよ、これわざとやってないかなと思ってボタンの反応とか、確かにワンテンポありますね、はい、そうなんですよ、はい、ベンツとかメルセデスとか BMW あとドイツ車
御三家は意外と押した瞬間にすぐ反応してくるんですけど、はいはい、ちょっとワンテンポ遅れてきます。うん、押してオンになってクランキングするみたいな、はい、そんな感じです。ジャガーもそんな感じなんですよ。へ、はい、だからちょっとイギリス車の癖というか独特な味付け的にそうなってるかもしれないです。もしかすると感じます、はいはい、そして足回りの上げ下げだったりだとか、はい、走行モード、うん、ヘルメットマークですからね、はいはい、マクラーレンぶりぐらいに見ましたよ、はい、本当ですね、はい、フルペース、はい、そんなのもしっかりついてたりとか、はいはい、あとは、シートヒーターベンチレーションが、はい、ついております。ついているという、はい、こっちか、うん、はい、でシートにしていただいて、はいはい、こんな感じで。そう、あとは、はい、通常の例えばこう、はい、エアコンのごめんなさい、エアコンのメニューからで行くんであれば、はい、このまま押してもらえればシート調整なんです。はい、でここでもう回せばそのまま、なるほど、はい、ヒーターもベンチレーションも使えますので使い勝手はとてもいいと思います。この辺も初見でも結構使えそうな感じですね。そう、分かりやすいです、はい、そしてじゃあ止めちゃいましょうか。はい、はい、であとは、うん、このダッシュボードのデザイン、うん、これ僕レクサス LX570 の時に読み物読んでなるほどと思ったんですけど、この水平基調のデザイン、要は車がこう斜めになった時に車の水平が分かるっていうで、こう多分レンジもなってんじゃないかなっていう。だから基本的には SUV とかこういう系統の車ってここが多分丸い吹き出しになっててもダッシュパネルとか、はい、なんかこう直線的に、はい、あの人間の目が捉えやすいような形状にはなってますね。ちゃんとここにラインが入ってる感じがします。ですね。これはなおさらですね、はい、アウディなんかもあの Q7 とかも確か直線基調で、はい、前からそういうデザインになってますね。こんなデザインになってます、はい、そしてドリンクホルダーとあとこの辺がシフトですね。これをオンにすると、うん、はい、はい、この辺はちょっと慣れが必要かなと。そうですね、はい、はい、こんな感じになっております、うん、はい、そして小物入れと、うん、あとは、はい、ここはこちらにメディアの小物入れと、あとメディアの、はい、USB のタイプ A が2つと、はい、HDMI があるんですね。そうなんです。なるほど、はい、で SIM カードを挿すと、はいはい、シガーソケットが、はい、これも割と深さもあるんで、深さもあります、はい、使い勝手は悪くないのかなと、はいはい、収納はでもこんな感じですか。そんな感じですね、はい、あとここに、はい、あ、この裏が、はい、小物入れって知ってました、はい、なるほど、はい、こんなところもある、はい、確かにドアポケちょっとちっちゃめなんで。そうなんですよ、ここはありがたいかもしれないですね、うん、はい、今時の SUV にしてはちょっとドアポケ小さめかなみたいな感じはしますね、はい、そしてクローボックスの中もちょっと割とちっちゃめ、はいはいはい、車検証説明書ギリ入るかな、ギリ入るかなぐらいの、はい、超コンパクトです。ですよね、はい、こんな感じになってます、うん、そして、うん、僕いいなと思ったのはこの天井関係なんですよ。でしょ、はい、これはもう超高級車ですよ。ちょっとなんだか素材わかんないんで、はい、スウェード調と言っておきます。そうですね、アルカンタラ人工スウェードですね、はい、人工スウェード、はい、そしてそれがルーフまで。そうです。そしてバイザーもですよ、はい、もう結構アルカンの天井の車でもバイザービニールになったりとか多いじゃないですか、うん、はい、やっぱりイギリス車この辺作りめっちゃいいですよね、うん、最高です。ただレンジローバーですから、はい、ただなんつうんですか、いらないですか、なんですかそれ。セントはブローボックスの中にあります、はい、これはちょっといらなかったですね。しかもこれ剥がせなくないですか。あ、完全にこれあれですか、縫い込みですか。あ、いや結構強力な感じですね。ですよね、はい、アイロンみたいのでこうベタってなってる感じなんで、これは剥がすと跡が残っちゃいますね。やめていただきたかったかな。残念ですね、はいはい、そしてこの辺、はいはい、サンルーフ、サンルーフもでっかいですね、うん、そうなんですよ、パノラマで、はい、開口部もかなりでかいですよ、はい、これ開かない、開くタイプですね。はい、開きますよ。これはシェードプラス、うん、はい、実際開けることもできます。わあ、うん、めっちゃ良くないですか。いやめっちゃいいです。この開口部が開いた時が大きくこう、はい、ここですね、これ、はい、がすごい広いです。開くのは半分ぐらいなんですか。あ、そうです、開く、はい、実際に開くのはね、こんな感じになってると。でこのそう、ここですよ、だってフレームすごい、ここが開口部っていうかこうガラスの部分になってるんで、すごく広く感じます。でその後ろにもうプラスアルファで、うん、はいはい、あるんで、うん、もう後ろからの結構開放感もだいぶいいんじゃないかなと、はい、ね、こんな感じの内装になっております。はい、じゃあ続いて後ろの席も見てみたいと思います。後ろの席もフロント同様、うん、はい、このコンビのシートで、はい、
で一応ラインナップとしては5人乗りしかないんですよね。そうです。あのレンジスポーツみたいに7人乗りがあったりとかっていうのはない、はい、5人乗りだけになってると。で後ろのレザーの質感もいいじゃないですか。そうですね、はい、ちょっと早速乗ってみたいと思います。あちょっとですね、乗り込むときはさすがにこのルーフの低さを感じます。はい、はい、あとはここがやっぱりちょっと狭く感じてしまいます。そうですね、このドアのこの出っ張りと、うん、はい、開口部ね。そうですね、ここはね、ちょっとこれはデザイン優先したなっていうのを確かにちょっと感じました。はい、で乗ると、うん、いや後ろもめっちゃいいっす。めっちゃいいです。シートの質感の何そのまんまですね、前と。はい、ただクッションは後ろの方が硬くありません？いやこれって多分あれだと思いますよ。下手ってないからですかね。でもそっかもしれない、馴染んでないんじゃないですかね、はい、使用感がほとんどないので、はい、後ろはかなりパリッとしてる。パリッとしてます、張りがね、革の。うん、でもうわずかにこう運転席より多分高いんですかね。はい、はい、視点は結構、うん、このぐらいなんでちょっと高いかな、はい、でこのルーフの開放感はやっぱりいや抜群ですね、はい、後ろから見るとこんな感じになっております、うん、そして、うん、装備的には、うん、はい、このドリンクホルダーですね、はい、抜き出しのドリンクホルダーとアームレスト、うん、そして下側には、うん、シートヒーター、はい、シートヒーターがそれぞれついてて、エアコンは別体じゃないんですね、はい、別体じゃないです。なるほど。そしてシガソケットと USB が2つ、はい、でトンネルは割とこう幅ありますね。幅、うん、そうですね。なるほど、はい、高さはそんなないですけど、はい、幅が、うん、ありますね。5人乗りって言っても結構真ん中の人は、はいはい、ちょっと人権ないかなっていう感じします、はいはい、で気になるこう室内空間に関しては、うん、乗っちゃうといやもう全然大丈夫なんですね。そうだからなんかね、リアシートに座ってるとなんていうんですか、セダンに座ってるというかフォードアクーペに座ってるというかね、なんかそんな感じしますよね。確かに高さを感じないし、はい、車の確かにセダンとかの方がなんかね雰囲気が近いかもしれない。僕175ですけど、うん、全然ルーフ余裕があるんで、ね、はいはい、そして後ろも割とこう、うん、開放感があるんで、そう圧迫感感じないです、うん、確かに平川さんおっしゃる通り、うん、セダンとかワゴン、ステーションワゴンにちょっと近い雰囲気がありますよね。雰囲気ありますね。あとこれパワーシートっていうか背もたれが、はい、ここで、はい、これいいですね、連動で、はいはい、そうですね、はい、だいぶ、うん、あでも今ツッチーの顔分かったよ。なんすか、これバックレストじゃなくて前後のスライドもしてくれよって思ったでしょ。ちょっと思ったでしょ超能力者ですね、はい、リカさん読めるんで、はい、確かにこれリクライニングプラスちょっとこう座面が出たらなおいいな、ちょっとね、はい、思いました、うん、いいですね。ただ、はい、結構リクライニングするんで、うん、いや全然ゆったりですよ。だいぶくつろいでいきます、うん、だってこれ僕助手席そこそこ下げちゃってたんで、はいはい、それで全然普通に座ってられるんで。そして足元スペースは割と、うん、まあ、今シート下がっちゃってるんであれなんですけど、はい、ここちゃんとえぐってあるんで、うん、しっかりありますし、すね、あとはシートの下にちゃんと足が楽につま先入っちゃいますよ、すっぽり入るんで、うんうん、割とこうリラックスして後ろ座れるかなって、はいですね、はい、こんなリアシートになってます。じゃあ続いてトランクも見てみたいと思います。ちょっとさっきカメラも言ってましたけど、うん、バックカメラのウォッシャーもついてるんですね。さすがです。これで洗えるのかどうかちょっと疑問が残ります。でも、はい、これじゃない、こう圧力ピャってかかるから、あまあまあ綺麗になるんじゃないですか。また後ろって結構汚れますからね、うん、巻いちゃうからね、上も下も、はい、うん、でちょっと開けてみると、はい、失礼しました、はい、パーテルゲートも標準で、はいはい、そしてトランクはかなり容量があって、うん、まあ、リアシート倒すと1200リッターぐらい、うん、だ かなり利便性なんかその辺、奥行きもあるので、そうなんですよね、はいはい、だちょっとここはこう段差があるんですね、うん、はい、でちゃんとこの下側のこれもレザーのだって、はい、ね、取ってですよ、はい、プラスチック この穴だけじゃないんですよ、うん、この辺ちゃんとイギリス車は作りがいいなと思います。で、ね、はい、で下側にはスペアタイヤがこんな感じ、はい、今時スペアですよ、うん、よくないですかこれも、ね、はい、まあ、安心ですよ、はい、走りこなしようになってる、はい、で横なんかも割としっかり、うん、そうしてる、うんうん、なんかプラスチッキーなところはあんまりないですよね。あんまりないですよね、はい、その内側のこの生地のカーペットの張り込みとかもすごくいいですね、はい、こういうの、あ、はい、このカバーは、はい、結構しっかりしてますね。しっかりしてます、うん、
こんなのがついてた、はい、はい、なんでもないです。はい、はい、こんな感じのトランクになっております。じゃあ続いてちょっと足で開けるやつもついてるってことなんで、ちょっとやってみましょう。イギリス車は横なんですね。そうですね、イギリス車全部が横なのか分かんないですけど、レンジローバーとジャガーの FPS とか横のものが多い。はい、多いですね。はい、この辺も考え方で、だからここで開けてこう開いちゃうと危ないだろうっていう、多分そういうことじゃないですか。違うんですかね。うん、多分それありますね。言われて初めて、あ、そうなんだと思いまして今、はい、ちょっと閉める方がやってみますか。はい、これはちゃんと感度は正直に伝えましょう。はい、はい、ああこんな感じですね。これワンテンポあるんですか。なんかありますね。はい、はい、こんな感じの、こんな感じですね。じゃあ続いてエンジンルーム見てみたいと思います。エンジンルーム、はい、エンジンの方が、うん、一応 V6、はいはい、3000cc、 3リッターで、馬力の方が、380ですね。 P380 にちなんで、はい、どっちがちなんでなのか分からないですけど380馬力という、はいはい、でこれが標準だと250馬力までしかないんで、はい、この辺はやっぱり走りだいぶ違ってくるのかなという。全然違うと思いますね。はい、でちょっと全体的な雰囲気でいうと少しアメ車をやっぱり感じます。うん、はい、そうですね、やっぱりその何ですか、フォードでした。はい、まあ、イギリス車全般そうですよね。そうですね、はい、はい、ちょっとジャガーだったりとか、うん、そんな雰囲気を感じつつ、はい、はい、あとはちょっとこの辺は乗ってみて、うん、どんな感じ、どんな雰囲気なのか、はい、素人レビューですけれども、はい、お伝えしたいと思います。はい、続いて転倒周り見てみたいと思います。お願いします。続いてエアサスの動きを見てみたいと思います。今これ標準ですかね。そうです、はい、で下がりましたね。はい、これ標準に今戻します。で今度高い方上に上げます。ちょっと内装の紹介がだいぶ軽かったんですけど、はい、ステアリングヒーターもついてると。そうですね、はい、そしてシート 14A、うん、半端ないですね、はい、調整しました。めっちゃ細かく調整できます。この膝下のこれもできるし、はい、もちろんランバーサポート、この背もたれのこう支援面上げもできるし、うんうん、でこのヘッドレストも飛行機のヘッドレストみたいにこう、はい、ちゃんとこうできるという。あ、いいですね、はいはい、これでもないっすね他に、うん、このクラスで高級路線のこう SUV って、うん、そうだよね。位置づけ的に難しいよね。ドイツ車だとなんかこう上のグレードになってくるとどんどんスポーティーになったりパワフルになったりするじゃないですか。はいはいはい、なんか高級路線でこうあんまりないなっていう。確かに、はい、ちょっと感じました、うん、はい、だとはちょっと止まってる今ダメ出しをちょっと一個していいですか。あ、なんでしょう。あのバックカメラがちょっと広角しすぎて見づらい、うん、あ、これ設定できんじゃないの。いやでもこれかこれじゃないですか、うん、画角的になんか僕めっちゃ見づらいなと思っちゃったんですよ、うんうんうん、はい、これは嫌だな、うん、もうちょっと自然な画角の方がちょっと見やすいかなっていう、うん、
まあ、これも慣れかもしれないですけど、ね、これはそうだね、うん、ちょっと今確かにピットから出すときに少し戸惑ってしまいました、うん、あ、なるほど、はい、ステアリングヒーターちょっと熱く熱くて握れないぐらい全てが速いですよね、うん、そうだね、動きは、うん、反応はこうワンテンポワンクッションあるのに、うん、エアサスは速いわ、シートヒーター温まるのは速いわ、うん、だから本当に国が違えば車の作り方が全然違うなっていう、ね、これ左でまた裏道で行きましょう、はい、うわー、このウィンカーの音いいっすね、うん、イギリス車って感じがします、うん、ステアリングはしっとりです、はい、本当にしっとり。レンジのステアリングフィールってすごく独特じゃないですか。そうですね、はあ、全般軽いじゃないですか、はい、でこうなんていうんですか、いい意味で切ってっても、うん、あんまり抵抗が変わらない、うんうんうん、ドイツ車ってなんかこう切っていくとこうだんだん重くなるというか、あ、はい、抵抗感あるよね、はあ、なんかこうタイヤのねじれを感じるじゃないですか。そうですね、レンジってあんま感じないですよね。そうですね、どこまで切っていってもなんか同じ軽さみたいな、うんうん、ただ普通のレンジよりかは少しステアリングの手応え感じます。はい、はい、もしかしたら味付けなのかな。ああ、はい、ベラールでも。なるほど。そしてもう一個僕気になったとこといえば、うん、車重がこれ2トンオーバーじゃないですか。はい、ちょっと車の挙動とブレーキちょっと気になったんですけど、うん、ブレーキはあのかなり効きます。はい、うん、ローター系もそんな大きくないし片押しだし、うん、ちょっと大丈夫かなと思ったんですけど、これ左です。意外とこう、うん、ちゃんと止まると言ったら失礼ですけど、あの某国の SUV みたいにおっとっとっていうのはないです、はいはい、ああ、はい、某国某国某国とだけ、はい、はい、そうですね。でそれもなんかこうレベルじゃないけど段階があって、うん、うわ効かねえっていうのと、うん、頭の中でああこういう感じねって分かればいけるやつと、そうですね、いろいろありますけど、うん、はい、まあ、めちゃめちゃ効くとは言わないですけど、まあ、必要にして十分の、はい、はい、いやーいいなー。ちょっとうん、大げさかもしれないですけど、はい、ベントレーみたいなステアリングだけちょっと触ると、うん、レザーの質感と、いや絶対そんな感じがするよね、はい、形的にもないっすね、この雰囲気の SUV って、うんうん、そうだね、このサイズ感でこの高級なのって、うんうん、確かに他のメーカーだとどうしてもこうスポーティーになっていっちゃうじゃないですか、うん、足もちょっと硬くて、はい、だってめっちゃ乗り心地いいですよ、うん、でもね意外とスポーティーだよ。そうなんですかね、はい、で僕は思ったんですけど前に乗ってちょっとじゃあ380馬力を、はい、お早い早い、うん、表現しますね、はい、十分ですよ。しかも加速がでも優しい、はい、だいぶいいっすねこれは、うん、ちなみに今モードは、はい、普通のコンフォートですね、はい、乗り心地めっちゃソフトっすですね。ちょっと設定変えますか。プログラム、はい、これ一番レーシーのやつですか今、はい、乗り味もちょっと硬くなってるんですかね。なってます、なってますね、なってます明らかに。でもどこまで行ってもコンフォートっす、うん、なんか AMG みたいなこうがっちりした感じではなく、うん、ソフトにこう、あ、でも結構硬いですね。いや結構硬い。これあれじゃないですか、ホイールベース長いからまだ感じないけど、あ、多分その違いじゃないですかね。もうちょっとこれホイールベース短かったら結構跳ねるんだろうなっていう感じはします。いやいいですねでも。いやこれだいぶいいっすね。いい、だいぶいいです。アクセルの付きとかちょっと欲しいです。ああちょっとじゃないですね、だいぶ欲しいですね僕。やっと、はい、やっと決まった。土車が、え、次回予想これだって他にいなくないですか本当に。さっきから何回も言って申し訳ないですけどないねこういうのね。これもっともっと売れていいですね。うん、そうだよ。乗り心地めっちゃいい。いいっす。割と
なんすかね、カイエンとかも、ちょっと乗用車ライクというか、なんかこう、SUV みたいな船こぐ感じないし、こう、乗り心地もいいし、こう飛ばしても全然怖くないし、なんすけど、またちょっとそれ違うんですよね、足回り全体はもう超ソフト、ただこの細かい段差とかは、硬くすればそれなりに拾いますし、これどう曲がるかね、これどうでしょう。でも結構ロールしますね、僕の中では好感触ですね。本当ですか。はい、ちょっと僕は思ってたのとちょっとズレがあったんでハンドルを切りましてしまいました。これめっちゃもう本当にザ・エアサスっていう感じの懐の広さというか、いいですね、だから切ってから車がロールするまでのこの多少時間があるじゃないですか、それが分かんなかったんで、こうもう一回切っちゃいましたけど、これ本当に本当に何ですか。おやおや、おや、これ本当に買っちゃう感じじゃない。いや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 、これはちょっと見た目いいし乗り心地いいし、いいよね。このゆったり感ったらないっすよ。この先カーブ速度を落とす。サイズもいいし、乗るといいでしょ。めっちゃいいです。絶対いいですよ。これご注意ください。モテますね。何を根拠に。いや、これモテますよ、この乗り心地の良さと高級感と、あの女性の人受けめっちゃいいと思います。いや、めっちゃいいと思いますよ。あのね、これ助手席乗ってるとすごいいいんですよ。感じが視界広いし、なんかそれで乗用車より一段高いところで視点があるでしょ、でも高すぎないじゃない。それがいいですね。この高級セダンみたいなこう、包み込まれるような乗り心地、ステアリングフィールっていうか、このやっぱり全体的な車の動きはだいぶゆったりなんで、頭をそれに切り替えないと、ちょっとこう、なんていうんですか、オンザレールっていう感じではないです、もう最近のなんかドイツのその役付きのモデルとかってもうなんかオンザレールな感じするじゃないですか。だからもうSUV でもロールしないからね、あれすごいよね、だからもう切ったら切った方向に曲がっていくから、全然こう僕みたいな素人でもコーナーグイって曲がっていけますけど、これちゃんとこう車の動き感じながら運転しないと、ちょっとちゃんと曲がっていけないというか。でもこういう動きって多分すぐ慣れますよ。なんていうのかな、こう極端にこう作られてロールを抑え込んじゃってるとかしてるわけじゃないから、多分なんとなく自然な動きな感じがします。いやだってこんなに乗り心地いいのにこの直進安定性ですよね。素晴らしい。フラフラしないんですよ全然。フラフラしてる土屋がフラフラしないって言ってましたね今ね。あれもいいこれもいいってフラフラしちゃってるのに。そうですね、はい、何も言い返せませんでしっかりパドルも、だから結構スポーティーな走りしようと思えばできちゃいますね。そうですね。ただベースのところはどこまで行ってももう超コンフォート。そうですね。でも頭が低いからよ、車の動きは落ち着いてるのかもしれないね。本来ほらやっぱり若干なりとも重くなるじゃないですか、パノラマルーフがついてるから、頭がそれもあんまり極端になんかフラフラする感じもないですからね。これいいな本当に。じゃあちょっともう一回元のモードで、もう超穏やかです。この加速の時のこの前が上がる感じとかもすごく穏やか。あ、これこっちか。そうです。でもさ、あれだよね、この P380、でこのエンジンだから余裕があるから余計、
好感触なのかもね。あ、確かにこれちょっと、うん、これ以上あのコンパクトなエンジンだったらどうなのかなってちょっと気になりますね、うん、ちょっと重く感じちゃうかもね。そうですね、380馬力はこの2トンに割とちょうどいい感じはしますね、うんうんうん、そうですね、はい、当然エンジンが大きいからは車重も増えるけど、その分パワーが必要以上に、それ以上に上がってるからね。だからこれでちょっとディーゼルのちっちゃいエンジンだとちょっと寂しいかなみたいな。確かにそうかもしれないです、うん、なかなか全然アクセルこうやって踏んでっても頑張ってって感じしないですもん、うん、本当だね。早い、はい、この中間加速すら十分だね。スポーツセダンだねこれ。いやこれ僕だからこれ全然こう飛ばせないですけど、うんうん、スキルがある人だったら相当キビキビ走れますね、うんうん、パドルの反応も早いし、うん、これちょっと欲しいっす。やっとですか。やっとです。皆さんやっと決まりましたよ。え違うの。いやこれファミリーカーにいいなっていう、はい、ああいいですね、家族車に。ああさすがですね。これとなんかスポーツカーが理想です。はい、はい、じゃあいきますか。ちょっとシンさんお願いします。はい、って言うとほらいつも審査しないで帰っちゃうじゃないですか。そうですね、 そうですね、はい、でもこれ値段全然下がってないですよね。下がらないですね。レンジローバー全般そんな感じですけど、うん、ちょっと分かる気がします。でもはい、なんかでもどうなんですかね、今その皆さんも承知しているように新車がなかなか入ってこないっていう現状もあるし、はい、その中で状態のいいものはやっぱり下がらないどころか車によっては上がっちゃったりとか。そうですね、はい、してますしね。あ、なんか僕こういうコーナーのこういう感じ、今の感じいいですね。攻めすぎない速度域のこの SUV のこのゆったりした感じ。でもやっぱりこうステアリングは状況に、うん、ロールの量に応じてこう切り回したり戻したりするのが必要な感じですよね、うんうん、それがいいじゃないですか。それがいいですね。でも、はい、自然な動きです。そうです、そうです。本当に最近のもうちょっとどうなってんのっていう、うん、走りするじゃないですか、うん、でもね僕そのプロのレーシングドライバーじゃないですけど、はい、少なからずともこうサーキット走ってレースやってた人間からすると、はい、切ったなりに動いてくれた方が本当は僕はいいんですよ。あ、足んなければ切り足すとか、切りすぎてれば戻すとか。でその方が車の動きって分かりやすかったりするので、無理にやられてね、小さい打角でグイグイ、ま、曲がられるのもちょっとっていう、あの古臭い感じの考えもありつつ、めっちゃ味ありますよこの車ね、はい、いや本当に高級セダン、うん、いいなぁ。何 SUV なんだねって言ったり高級セダンって言ったり、なんか見てる人どっちだよ。いや なんて言えばいいんですかね。高級セダンも、うん、なんかちょっとスポーティーなのもあるんですけど、うん、本当にだからなんて言うんですか、エアサスで、うん、どっちかっていうとこう AMG とかの高級セダンじゃなくて、うん、こう極端な話言ったらこのロールスロイスとかベントレーとか、うん、あっち方向の、うん、ちょっと本当にこうどこまで行っても乗り心地がいい、うん、はい、うん、快適に乗ってる人を目的地まで届けますよっていう、うん、別にだからといってそこにじゃあ運転する楽しさがないかとか、うん、はい、言ったらそういうことなくって、うん、はい、ちゃんとこう運転した感じも残りつつ、うん、はい、なんせ足めっちゃいいっすよこれ。いいよね。いいっすよ。レンジローバーっていいんですよ。だってちゃんと一発で収束しますもんね、はい、この柔らかさで、うん、あのだらしのない動きしないもんね。それです。そうね、はい、うん、それです。土屋と土方はだらしないですけど、車の動きはだらしなくないもんね。うん、本当だよこれ。よくできてますね、うん、これなんでなくなっちゃったんですかね。今なんでですかね。ちょっと250、250も乗ってみたい気もしないでもないですけど、はい、うん、で250ってことは当然エンジンがね、はい、V6 じゃないですよね。ですよね、はい、2リッターとか 4気筒とか多分その2リッター4発だっけ、変ですよね普通に考えるとね。2分からと、ああそうですね、はい、
なんだろうね、コストパフォーマンス優先に考えちゃうのかな、いろいろと時代ですかね。もうどんどんなんかエンジンとかちっちゃくなっていってますね。そうですね、食べ物と車のエンジンがどんどんちっちゃくなっていってるんですよ、はい、食べ物なんで食べ物ってどういうこといや、お菓子とかも今みんなちっちゃくなってるじゃないですか。え、はい、どういうこと。いや、うまい棒とかもちっちゃくなってるんですよ、カントリーマームとかも。そうなの。そうっすよ、お値段据え置きでどんどんサイズがちっちゃくなってて。そういうこと。カントリーマームなんて昔こんな大きかったのに今こんなんすよ、うん、あら、土方さん見たらびっくりしますよ本当に。ちっちゃくしちゃいけないんですよ、食べ物とエンジンは、うん、本当に思います、はい、いやでもこれちょっとちょっと気が早いですけど、総評でいくと、うん、ちょっとおしゃれなのと、うん、あとそのコンフォートな SUV、うん、求めてる人にはもう最高だと思います、うん、もっと熱い走りができるのとか、うん、だったら、うん、ちょっとこれじゃないなって気がしますけど、うん、はい、ちょっとこのスタイリングの良さ、うん、とやっぱりこのコンフォートなものの乗り心地、うん、そうだね、まあ、ちょっと他にないですもんね、うん、あ、後ろの乗り心地いいでしょ。いいですけど、うん、なんかザ・ SUV の動きで、うん、ちょっと船こぐ感じでしょう、ね、うんうん、なんかね、そう、後ろの動きが独特だなって今なんとなくずっとまっすぐ走ってて、独特ってことはないけど、加速すると後ろすごい沈み込んで、ああ、すると後ろが沈んで、うん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 うんうん、そこはレンジなんで、そう、うん、イギリス車のキシミ音はね、革とかの材質の関係ですごく出ますね。ベントレーとかでも結構出ますからね、うん、でももうちょっとこうなんとなく僕のイメージとしては大きい車だったらあると思うんですよ、うん、この動き、うんうん、BMW で言ったら X7 とか、はい、GLS とかあのぐらいこうなんかゆったりした動きが、うん、このサイズでなんかあるなっていう、うん、そうですね、感じがします。はい、というわけで今回はレンジローバーベラールファーストエディションをご紹介させていただきました。車両の詳細は動画の説明欄よりご確認ください。最後までご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。